中国の経済発展が停滞し、賃金の未払い事件が頻繁に発生しています。最近、江西省吉安市、ベイダ鍵有限公司が長期間にわたり、賃金を支払わなかったため、数千人の労働者が11月20日から、集団でストライキを行いました。多くの労働者は賃金をもらえず、辞職して別の生計を立てるしかない状況に追い込まれていると訴えました。ベイダ鍵有限公司は昨年8月25日に、現在、当社の口座に資金が不足しているため、8月25日に予定されていた月給支給を31日に延期しますとの通知を出しました。その後、労働者から長期間にわたる賃金未払いの報告が相次いでいます。一部の労働者は、ベイダが9月、10月に給料を支払わなかったため、車のローンや住宅ローンを払えず、別の生計を立てざるを得ない状況に置かれていると暴露しました。それを見たのはいつの日だったろう。畏敬の念を抱くほどの壮麗さ、人生さえ変えるほどの力強さ、時が経つのも忘れるほどの美しさ。今再びその感動が訪れる。今年も演目を一新してあなたを待っています。シェンユー。